突然ですが、韓国では最近になってグソーミア破棄論が再び浮上していると言います。あれと思いますよね。韓国政府は去年いつでもグソーミアの効力を終了させることができるという前提の下で、グソーミア終了の通知の効力を停止しました。 一旦落ち着きそれからというもの日本の輸出規制強化をめぐる日韓の協議では3ヶ月にわたって進展がない中で青瓦台ではが上していいるというのです。一体どうなってしまうのでしょうかでは詳しく見ていきましょう。 アメリカと韓国の間では在韓米軍警費負担交渉に加えてグソーミアが問題になることで外交部内には青瓦台の方針を懸念している人たちもいるというそうです2019年の11月韓国のグソーミア終了中止宣言を事実上グソーミア維持と受け取っているアメリカを相手に行うべき外交的費用は相当になるだろうとの意見も内部にあるそうで 4月の総選挙に控えているという点で日本に対して強硬論に再び指導がかかる可能性はなくはないと懸念を示した関係者は独立運動記念日にどんな形になろうと対日メッセージが出てくるはずだが遅くとも3月中にはグソーミヤを終了するかどうか最終決定すべきだという雰囲気を伝えた野党は直ちに反発韓国党の委員長はグソーミヤは条件付き 延長し首脳会談もして局長級対話を進められているところなのに破棄するというのは何か政治目的があるとしか考えられないと批判をしたそして支持層結集のためだと見られるとも付け加えたこれに対して日本の反応はと言いますと韓国が本気ならばさっさとグソーミアの破棄をやってしまったらどうでしょうか でもよく考えてみましょうね。韓国経済はかなりの勢いで悪くなっています。韓国とのグソうミアは日本にとって何にもメリットがないので発揮していただいて結構ですけど諸論とは「何なので消化周りや環境は何も変わらないです。 決める決められないというのは自己都合で気持ち一つの話ではないでしょうかとの声が上がっています。韓国さんは切り札を使おうかどうか迷っている感じがしますね。韓国政府は未だ問題の重要部分を見ることに対して拒んでいるというのが見解だそうです。恒例ではなかなか前に進まないのでしょうね。日本が行動しないと始まらないのかなと思ってしまいます。